26RH120 とは、アポロ群、またはアモール群に分類される、直径約3メートルから6メートルの微小な地球近傍小惑星の一つである。2006年9月から2007年6月までの間、この小惑星は地球の周囲を自然衛星として周回し、一時的に第二の月となっていた。26RH120 は、 軌道長半径 1.03au、高転周期1.05年の軌道を周回している。軌道傾斜角は0.59度と、ほとんど傾いておらず、離心率は0.024と、ほぼ深淵である。このように 2006RH120 の公転軌道は、極めて地球の公転軌道と似通ったものであることから、しばしば地球に対して遅い相対速度で接近することとなる。 2007年6月14日に地球に接近した時には約27万7 0 0 0トルと月の平均光点半径である38万4 4 0 0トルの内側まで入り込んでいた。2006RH120 の標準等級は29.5等級と極めて小さな値であり、直径は3メートルから6メートルという微小なサイズであると推定されている。 発見時の明るさは19.3等級。最も明るくなった時でも18.7等級という暗い天体である。また、2分45秒の周期で自転している。2006RH120 は蒸気の通り地球と極めて似通った軌道を持つため、地球接近時に地球の重力にとらわれ、一時的な地球の自然衛星になる場合がある。 2006RH120 は天然の天体であることが分かっている中で初の第二の月であり2020年2月15日に 2020CD3 が発見されるまでは唯一の事例であったこのような軌道を持つ天体としては2002年9月3日に発見された J002E3 と2006年8月28日に 発見された 690B44ME が前例としてあったが、J002E3 はアポロ12号で使用されたサターン V ロケットの S、イブブであることが判明しており、690B44ME も未確定ながら人工物である可能性が極めて高い。そのため、2006RH120 もカタリナスカイサーベイによる発見時には人工物であると疑われ、 当初は 6R10DB9 と呼ばれていた。しかし、2006RH120 の太陽副射圧による軌道変化を計算した結果、中身が中空で軽いロケットブースターであると仮定した場合の値と比べて実際の観測値に大きなズレがあることが明らかとなったことから人工物ではなく天然の天体であることが判明した。 このため 2006RH120 という小惑星の正式な仮符号が与えられたのは発見から17ヶ月後の2008年2月18日である。2006RH120 は月への小惑星の衝突により飛び散った破片がその起源である可能性がある。なおシミュレーションによれば 2006RH120 のような一時的な地球の衛星が 常時50個ほど地球の周囲を周回している計算となるが、それらは直径が 50cm と 2006RH120 のさらに10分の1程度の微小なサイズと想定されているため、実際の観測は難しく、そのような天体は 2020CD3 の観測まで未発見であった。2006RH120 が 地球の周回軌道に乗っていることが観測されたのは2006年9月から2007年6月までの間で、この期間に地球の周囲を3回公転した。軌道は約9万キロメートルから約20万キロメートルの軌道長半径と約0 2 4日から約0.75の離心率を持ち、軌道傾斜角は最初のみ約40度、それ以降はほぼ直角の軌道を持っていた。 この期間は地球や月に頻繁に接近しており、ジェット推進研究所のデータベースにおける 2006RH120 に関するデータのほとんどがこの期間のものであることがわかる。2006RH120 が次回地球に再接近するのは2028年8月18日で地球から 4018,200km まで接近すると推定されている。この時にも 太陽周回軌道から地球の一時的な衛星となる可能性があるが詳細は不明である。またこの後の接近も測定された軌道の値の不正確さとヤルコフスキー効果の影響の大きさがよく分かっていないため不明である。2017年には地球から見て太陽方向に約3億キロメートル離れた位置、すなわち地球の太陽光点軌道のちょうど反対側の 一付近に移動していたと考えられている。ありがとうございます。